サブイベントチーム上位のオーレン、イエゾノといえば、オーレンではないですね。イエゾノといえば、イエゾノといえば、やっぱプロ、やはりプロ、まあ、プロ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 ですよ。どうしたんですか。盛り上げながらという、だってもうもうすぐだってもう決勝戦ですよ、勝者らは。そうですね、もう16ぐらいまでは出てるんですけど、でも16どころじゃん、8ぐらいじゃないですか。8はないと思うんですけど、どうなんですかね。まだ敗者がやってるはずなの。12ぐらいですかね。さあ、マリオと、あ、成谷さん、マリオですか。はい、どっちでもいいって今本人から聞いてましたね。つまりそれはクラウドでもマリオでもどっちもいいっていうことなんですかね。当然ニエトのシーク、はい、ナリアスマリオ対ニエトのシーク、久しぶりに見ましたね、ナリアスマリオ。そうですね、僕は久しぶりにマリオというキャラクターを配信で見たことがないという感じですね。最初は多かったんですけど、はい、次第に減っていきました。さあ、マリオ対シーク、お互いに協定が結ばれている。やはり入ってます。クーちゃん、マイクえねえ。おっと、男のコンボが決まっていく。下強で火力が高い、 45%。 ちょっと深めに刺さったところはしっかり暴れが嫌なので、ここあまり使おうしないという感じでしょうか、はい、空中しろ。相手の歩きに合わせていく、強気に掴んで前長基本コンボ。ただこれあれですかね、はい、ここまでいい感じのこのダメージレースが続くとかなり美味しいですかね。おっと、そうですね、ただこれはマリオのワンコンボで大体ダメージなので、あ、確かにそうですね、技はちょっと少ないんですよね。あっと、これはつかしたか。 95%。 さあ次に攻撃を食らってしまうと対応パーセントに合ってしまうか。あっと、最近流行りのニュートラル動きからの長行、ね、やはりやはり強いですね、あの連携は。前長でしっかり 17%。 ハリはしっかりガードしたが、このハリからの読み合いが強い。着地が移動する。おっと、乙女に後ろ回避読んだ感じですかね。リスクのないことはしないと、相手の差し込みに対して今結構なんか反応早いというか、ガード固めちゃうとこではあると思う。おらっと、決まりました、下投げメテオ。やはり画面端の下投げは危ないですね。危ないですね。 84%、 まあただ若干厳しくはありますが、ワングラップからといったが、ちょっとガオカ補正、あれすごい難しいところですよね、はい、判断が。ウィスマッシュ勝負を決めに行ったが、やはりこの回避に対して上スマッシュ、スマッシュ系を振ってもあまりリスクのないこのゲーム。あっちゃん上行、これはマリオの横移動が素晴らしい。まあ、ジャンプ潰れてましたよね、はい、じゃあ横移動だけで帰ってきました、はい、すごいキャラクターです。さあこれは、あっと、もったいない、あれ難しいんですよね。おっと、現実ルート、現実ルートでした、はい、しかしここは読めはどうする。クーチセクマニュートの、あまり怒らなかった感じですけど、コンボミスがちょっと痛かったですかね。そうですね、やっぱりマリオといえば投げたの火力で取って、はい、あとはなんとかするという感じなので、はい、あとはまあ頭振るか、はい、端っこで投げるかと、あとは高いところで空中にした暴れで敵地で遊ぶ感じだったんですけども、ちょっと序盤のパーセントが取れなかったのが、おっとシルク、マリオはちょっと厳しいと判断したか。クラウド、どうなんでしょうね。平和島といえばクラウドの大量多発地域というイメージがあるんですけども、 そこにあえてクラウドをぶつけるコーナー、あれしも案外考えてるはずなので、何かしら勝算はあるとは思う。でも今の、まあ、無理かなと判断したんでしょう、まあ、単純にマリオが厳しい。あの先ほどからクラウドで勝ち進んできてるので、流れはいいのかなという、はい、メインキャラにはステージは村とマッチ、あえて、なるほど、まあ、シークの下投げ空中への撃墜も早くなってしまいますが、やっぱりクラウドの空中へも多くなので、あと、これですよね。そうですね、こっちかもしれません、はい、あ、大腕、おっと、今度はしっかり反応している。
さあ運ばれると復帰阻止が非常に怖いですが、前だと結構厳しいです。はい、テーパーのチョンってやつが食らうと一番怖いんですよね。パス当たりみたいな、はい、なんとか溜まったので安心して帰ってくれる。さあこのアイジャックしとき本当にこれやらしいダメージを重ねて、ダメージが高いんですよねこの技。反撃に優秀です、激戦にも優秀です、突破にも優秀です。まあ、その分リミットゲージが溜まってしまうので、ね、やっぱりこういうスピードタイプに食べるのちょっと辛いですよね。さあ回避を読んで調味していくのは何とかジャンプに逃げて、いえ、さあ限界を超える、限界を超えましたよ。これはむしろクラウドユーと言っても過言ではない状況だが、あっとなんとか勝利できる。消費してしまうと少し厳しいか、リミットが消えて出されて宇宙へ。このはい、おっと、おっと、飛びが加速しているこの空中へ。やはり強力ですねクラウドの空中へ。私このあれですよね、はい、上で撃墜した、ね、相手が叫んでる間に溜めて溜まるって最高の展開ですよね。さあやはり体重を考えるとここまで展開を取った方がいいか。大ジャンプ空中下しっかりやり過ごしたこの攻撃はこれいやらしいですね。いやらしいですね、なんですかね投げて、さあなんとか読み勝ってる。おっと勝負決めいった、あそろそろ死ぬから1回ぐらいいいだろうみたいな感じでしょう、はい、多分こんだけ怒ってるし村町なんで当たってれば勝負は決まってましたね。ありな感じとは言う、はい、ありですね。さあこれですね、はい、ここに広いクリスマッシュな暴発がそれとも狙っていたのか。おピアがしっかりやっている。あれ当たっちゃうもうなんかえって思いますね。そうですね、限界を超えました、超えましたね。これはかなりシークとしては食らいたくない技が増えてしまったが、後ろ長追い出されていって、なんとかここでまずはリミットブレイクを吐き出したいところだな。展開をどんどん取っていく。さあだなんとかこれでゴブって感じです。ゴブって感じです。後ろ投げから、さあ回避を出る、回避を見ているが素晴らしい。ニエトンはあまりにあったものの2本目を選手、しっかり回避には超グローしたよという感じでしたね。シュー対エイム、シュー対エイム3番台でお願いします。クールでしたね、最後クールでしたね。はい、続いて配信台、レイン対ハヤト、レイン対ハヤト配信台お願いします。でしょって思い込んじゃって、後ろ投げのベクトル放棄しち